こんなに短期間で集客できるんだっていう、よしやろうと思って思い切ったのが良かったって思いますね、うん、これでも1日5リスト取れるようになったと。はい、皆さんこんにちは。はい、ということで今回ですね、女性コンサルタント石田真紀さんが入学2ヶ月半で44枚売り上げた方法についてね、お伺いしていきたいと思うんですが、真紀さん本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、現在ちょっと真紀さんのですね、活動内容業種を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私はですね、企業初心者さんのための SNS の動線作りの講師をしてます。じゃあもう本当に集客コンサルタントっていう形で、企業初期の方に向けたアドバイザーをされていらっしゃるというね、はい、形でね活躍されていると思うんですが、ちなみにそもそも弊社のスクール学科に入学されたきっかけってところもね、聞いていきたいと思うんですけども、ぶっちゃけこういう集客系のスクールっていろいろあるじゃないですか。まあその中でうちを選んでいただきた決め手とか、そういうところもちょっと教えていただけたらなと思うんですけど。はい、私ももともといろんな企業塾に入ったりとかですね、うん、数々の投資をしてきたんですけど、ずっと私は起業をしたくて、起業したいなって思ったのがもう10何年も前の話で、結局は自分の商品が決まらなくで起業ができなかったっていうのがあって、このスクールに入る前に起業しようと思って、お料理教室の先生で起業したんですけれど、どうしても趣味の起業になっていて、集客は口コミのみ、ある程度集まって生徒さん持ってたんですけど、やっぱり商品単価が低くて、だいたい売上が月に5万円とか。結構きついですよね。まあ、ないよりはあった方がいいんですけど。そうなんですよね。外で働いてた方が安定した収入も得られるし、でも子供がすごいまだちっちゃかったので、そこに働きにも行けなくて、どうしようかなって思った時に、やっぱりもう一度ここで自己投資をして、もう一回集客についてしっかりと学ばないと結果が出ないなと思って、で入塾を決めました。ああ、そういう経緯があったんですね。ちなみになんか SNS といえば本当に SYK じゃないですけど、そういう感じで選んでいただけたっていう。そうですね、たまたま個人インスタの方にコメントとかをいただいてたんですね、うん、この人何やってんだろうなと思って調べてみたら、うん、SYK さんの方だって。あ、なるほど。で SYK さんのことを知って、で、いろいろ調べていくうちに、あ、求めてたのはこれだったのかなと思って入塾を決めました。ありがとうございます。ちなみに入学前の状況で言うと、まあ今おっしゃっていただいた通り、集客は口コミのみで、まあ趣味企業で終わってしまう。で、しかも単価が低くて売上が月々5万円っていうところだったと思うんですが、この時入学前って実際にその今だったら新規の集客が大事だよとか、リストを集めようよっていうことは一切してなかった、ね、してなかったです。全く意味がわからなかったので、その存在すらも知らない感じで。なるほどですね。入学後どうでした？まず集客数的なところとか、売上ベース的なところとか、心理面的なところ、まあ、それぞれちょっと聞いていきたいと思うんですけど、集客面ではどんな変化がありましたでしょうか。集客面ではこんなに短期間で集客できるんだっていう、すごく実感しました。1日多い日だと何リストぐらい取れてますか？リスト数はだいたい2人ぐらい。毎日 LINE アットにだいたい2人ぐらい平均して入ってきているよっていうところですね、はいはい。多い時だとどれぐらい？多い時だと5人とか。ちなみに今、インスタから LINE アットにね、リスト集めていくっていう感じで集客されてると思うんですが、インスタグラムのフォロワーで言うと、別に1万フォロワーとか、めっちゃフォロワーが多いっていうわけではないですもんね、マキさんの場合も。まだそんなに始めてすぐなので、2000フォロワーですね。本当は見てくださってる方も、なんかインスタ2000フォロワーでも、しっかりと LINE に集客をして、そこからね、実際ご契約が取れたりとか、お客様に商品をね、ご購入いただくことっていうのが十分可能であるっていうのね、はい、ぜひちょっとこれ皆さん実感していただきたいと思うんですけど、これはすごいことですよ。やっぱ少ないフォロワーでもやっぱエンゲージメントがね、高いアカウントを作られていらっしゃるからっていうのもそうだと思うんですけど、売上っていうところで言うと、インスタから LINE に登録いただいて、そこからどうですかね、販売までの流れというのは。そこから公式 LINE の方でしっかりと教育をしていって、あとはインスタライブをやったりとか、 YouTube ライブをやったりとか、そこでお客様とコミュニケーションを取ったり、最終的に Zoom セミナーをやるっていう感じ。ズームセミナーとかどうですか？結構この動画見てる方とかでも、いや私そんなセミナーとかそんなにできないしと思ってる方も多分いらっしゃると思うんですよ。すごい緊張しましたね、初めは。いや、そんなもんですよね、最初はね。一応資料は作るけども、初めて喋るセミナーとかって完璧にそんな絶対できないので、はい、インスタライブとか YouTube ライブさえもすごい緊張して、やるまでにすごい時間がかかったんですね。僕も昔初めて YouTube ライブやる前とか、初めて僕22年の時ズームセミナーやった時とかは、すんごいなんかやるのが怖くて、僕半年ぐらい
引き延ばししてたんですよね。まあ、まだライブやらなくていいだろうみたいな。まあ、本当はやった方がいいんですけど。やる前はすごい緊張されていて、あんまやりたくないなというかね、ちょ、怖いなっていう気持ちの方が強かったと。すごいそうやって思ってて、私も1ヶ月ぐらいやらなくって、うん、やった方がいいよっていうことはすごい言われてたので。まあ、授業でも毎回やった方がいいですよってな、言ってますから、ね、そうですね。はい、なので、先生とかに相談をして、うん、対面でこうやってお話しするのは得意なんですけど、うん、自分の顔を見て撮るのがすごい苦手なんですって言って、うん、数やらないとうまくならないし、うん、って言って、質より量っていうか、うん、だから一歩踏み出してみたらっていう話をされてたんで、よしやろうと思って、思い切ったのが良かったって思いますね。ここでやっぱね、踏み出したからこそね、やっぱ成果にしっかりつながっているっていうところもあると思うんですけど、インスタグラムね、石田真紀さんのインスタちょっと実際に画面用意してるんで、こちらもちょっと表示しながらインスタの意識してるポイントとかもね聞いていけたらと思うんですが、こちらにね今出ている石田真紀さんのインスタグラムになりますと、今インスタかける LINE 集客の動線作り専門講師というねキャッチコピーで発信をされていて、2ヶ月半ぐらいで2066人ですかね、2066フォロワーぐらい集められているというとこなんですが、実際このアカウントでまず投稿面とかでなんか意識されているポイントとかってございますか？まずは投稿のデザインで自分の世界観を出すというところと、みんながやりがちな NG とか、お客様の悩みをすぐに解決できるよっていう方法を載せてます、うん、確かにリール初心者さんでもフォロワーが増える使い方5000だったりとか、すごいやっぱためになる情報をしっかりと発信されていて、インスタ集客が伸びない3つの原因と解決策とか、あとなんかリールも上げられてますよね。はい、はい、リールも起業家ママの1日みたいな感じで子供たちが載ってたりするやつとか、リールを見て簡潔に解決ができるよっていう方法だったりとか、うんうん、そういうのを載せてます。いやこれめちゃめちゃうまいですよ。今ね僕の画面表示してるリールとかはこれめっちゃ上手ですよね。撮り方すごいなと思って僕もちょっと参考にしようかなと思うんですけど、こういうリールってすごい見られてて、うちのね他の生産とかでもやっぱインスタグラムのリールである程度教育されて、それでファンになってそこから LINE 登録してもうすぐ問い合わせにつながったりとかっていうのもあったりとかするんで、インスタグラムってどっちかって YouTube 的な要素、動画媒体的な要素も兼ね備えているから、やっぱリールは使ってった方がやっぱいいし、一回バズるとねすごいフォロワーも増えやすかったりするので、そう皆さんもぜひねリールはちょっとやってみるといいんじゃないかなとは思いますね。であとはこのプロフィールタイトルのところで最近ちょっといじってすごい理想取るようになったとおっしゃってたじゃないですか。あれはどの部分を具体的に変えたんですか？まずは初めの一文で何をやっている人なのかっていうと、うんうん、どんな人の悩みを解決するのかっていうところを載せてます。マックさんの場合だったら起業初心者のためのお悩み解決、 LINE 公式の重要性はわかるけどなかなかできないとか、インスタ集客から LINE の正しい配信の仕方までを少人数で手厚くトータルサポートで、最後極めつきがやっぱプレゼントタイトル、ここですよね。起業初心者でも3ヶ月で月50万円を目指すことのできる5大特典プレゼント、前よりもこのプレゼントタイトルにしてからやっぱ変わりましたか？プレゼントタイトルを一掃させてインスタの投稿のところに載せたんですけど、うんうん、このタイトルにしてからこの日だけでここに集客ができているので、確かにね、マキさんも投稿の一番最後5枚目のスライドとかに豪華5大特典っていうので1,2,3,4,5ってちゃんと並べていらっしゃると、これ結構ねポイントで、まあ、この動画でここまで話しちゃっていいのかっていうところはあるんですけども、プロフィールタイトルでは5大特典プレゼントってその特典の数をボリューミーに見せるってすごいね重要なんですけど、その内容一個一個まではプロフィール文って文字数的に書けないから、このスライドの最後のページのところで実際にどういうプレゼントなのかっていうと、 LINE 配信テクニック参戦、配信7つのポイント、作成マニュアル、テンプレート、 NG 最新情報とかですね、こういうのを具体的に載せていくと、これやっぱうまいですよね。これでもう1日5リスト取れるようになったと。実際にもう本当にマキさんの場合今2000フォロワーぐらいで、まあ順調にフォロワー増えていらっしゃるので、このままいけば1万フォロワーまでも4ヶ月5ヶ月ぐらいあれば全然いけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今ねインスタの成功の秘訣とかもいろいろ聞いてきたんですけども、ストーリーとかはどういうの挙げられてますか？ストーリーは主にですね、子供とか仕事をしてる風景だったりとか、うん、あとはマインドだったりとかを挙げてるんですけど、うんうん、結構子供を挙げてることが多いですね。やっぱりあの共感をねやっぱ取れるような発信っていうのも非常に重要だったりしますからね。とマインドってところを押すと、まあ、考え方の部分であったりとか、その自分の価値観とかはやっぱしっかりとね教育をしていくことがまあできるというところですね。最後にですね、まあ、マキさん自身のなんか今後の展望とかももしあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、私のように趣味の起業になっちゃっていて、うんうん、集客できないとか、うん、そういう方ってすごい多いなっ
って思うんですよね。うん、集客できなくって何をしたらいいかわからないとか、うん、そもそもどこから手つけていいのか、根本のところから悩んでらっしゃる方が多いので、うん、そこをきれいに整えてあげる手伝いをしたいなっていうところで、私のように短い期間で絶対できるようにみんなをサポートしていきたいなって思ってます。石田真紀さん今後の活躍にも注目なんですが、一応今回ね、下の概要欄の方にね、石田真紀さんの LINE の URL も一応貼っておきます。今日ちょっと LINE の話まではできなかったんですが、どういう風な LINE の配信してるのかなっていうのも、皆さんもぜひね、登録してチェックしてみていただくとね、より勉強にもなりますし、参考になる部分あると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。真紀さん、本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE では、こちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社が Instagram 累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもね、ゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。